1997年アルバニア暴動は1997年3月に経済破綻を契機としてアルバニア共和国で発生した全国的な大規模暴動を指す。経済破綻の原因が無限連鎖行であったことからアルバニア宝くじ暴動一時的に内戦状態に陥ったことからアルバニアの無政府化とも呼ばれた。暴徒による批判の矛先は 当時のサリベリーシャ政権へと向かい、政府側も暴動に対して、警察、軍隊による弾圧を行うなどアルバニアの治安が大きく悪化した。こうした状況に対して、自国の在留住民の身辺を案じた、国際社会による救出作戦が実行された。紛争の長期化で、アルバニア難民が発生すると、イタリアドイツアメリカを主導とした。 治安回復作戦が開始された。作戦によって暴動は鎮圧されて治安は回復したが、同年の総選挙でサリ・ベリシャ政権は退陣に追い込まれた。冷戦終結後の1992年、民主化を選択したアルバニア共和国では、サリ・ベリシャ大統領によるアルバニア民主党を中心とした自由主義政権が経済の自由化を推し進めていた。 だが急速な自由経済の導入は他の旧東側諸国と同じく混乱と経済犯罪の発生を招きアルバニアの場合では無限連鎖口が急速に広まって社会問題と化していた一方で当時のアルバニアは周辺国の紛争に対して武器を密輸することで不当な形ながら多くの外貨を獲得しておりネズミ港で集められた資金がこうした 非合法事業の資金源として機能することで、一定の利益を還元することができていた。経済の成長を急ぐサリベリシャ政権は、武器密輸とネズミ港という二つの不法な経済行為を、どちらも黙認するという選択を取った。ところが1997年1月に、周辺国の紛争が終結に向かうと、武器密輸のビジネスは破綻にし、同時に、 国民の半分以上が参加していたネズミ公への利益支払いも頓挫した。大量の破産者が街に溢れ返り、彼らは自分たちの資金を騙し取られたという被害者意識を強く抱いていた。1997年1月、数十万名を数える破産者の集団は、総額12億ドルに上る投資金の返還を求めて暴動を起こした。2月に入ると、 暴動の規模はさらに拡大し、3月1日には、アレクサンデル・ガブリエレ・メキシ首相が責任を取って、辞任した。事態が、深刻化する中で、サリベリシャ大統領は3月2日に非常、事態宣言を発令した。3月11日、野党であったアルバニア社会党のバシキムフィの初期長が、首相指名を受けたが、依然として民衆は納得せず、暴動を続けた。 暴動は当初、南アルバニアで起こっていたが次第に、北、アルバニアにまで波及した。政府軍と警察は北アルバニアの治安回復には、成功したが、逆に南部では、軍の反乱に加えて、南アルバニアマフィアの勢力拡大などによって、無政府状態に陥っていった。3月13日、主要都市のほとんどに暴動と鎮圧の動きが広がると、国際社会で、 自国民の退避を進める動きが本格化した。以降、オペレーションアルバ、オペレーションリベレ、オペレーションシルバーウェイクなど、各国の救援、救出活動が展開された。国連安全保障理事会は、アルバニアの治安悪化が滞在している、各国住民に危害を加える、可能性や、治安悪化による難民の発生を危惧して、国連軍による治安回復作戦を決定した。 1997年3月28日、国際連合安全保障理事会決議第1101号によって7000名の兵員からなる国連軍が編成され、指揮権は最大戦力を派遣したイタリア共和国陸軍に与えられた。4月15日、オペレーションサンライズが発動されて、国連軍が首都ティラナなどを監視下に置き、 ようやく騒動集結に向けた動きが前進した。内戦の中でコソボ領内にアルバニア製の銃器が流れ込み、これはコソボ紛争で大きな影響を与えることになる。一連の騒動がそもそもアルバニア民主党の経済政策にあったことは明らかであり、警察による弾圧も含めて暴動集結後も不満は残った。戦術の通りサリベリシャ政権は 社会党との連立などによって、これを切り抜けようとしたが、思うように事態は推移しなかった。1997年6月29日、総選挙の結果として、アルバニア社会党が躍進して、議会第一党となり、サリベリー社政権は、退陣に追い込まれた。後に2005年7月に、アルバニア民主党が政権を奪還すると、サリベリシ社が共和国首相に指名された。 暴動と鎮圧によって新たに2億ドル程度の損害が発生し3700名から5000名近くの負傷者を出した。破産者のネズミ港に対する訴訟なども行われたがそもそもアルバニア経済自体が内戦直前時点で崩壊状態に陥っていた。また内戦は政府側に立った北部に対してマフィアや 社会党とのつながりを持っていた南部との対立構図を作り出した。元からアルバニア人の民族意識は近代に形成されたものであり、また言語的にもアルバニア語は南北の文化的相違が大きい。内戦はそうした水面下にあった対立意識を表面化させる役割を持っていた。ありがとうございます。